木、土、岩で構成された彩り系。切松系の語彙は植物のある風景である。切松系は盆栽、盆石、盆景などの日本の芸術の子孫であり、ミニチュア風景の芸術である中国の盆景や、ベトナムの HN の B とも少し関連している。切松系は、生きている木と土、岩、水、および関連する植生を組み合わせるトレーに合う。 風景を作成することで構成される。これらの風景はトレイまたは同様のコンテナに編成される。切松景は地形、土壌素材の選択、植栽された樹種などにより見るものに自然景観を思い起こさせる。典型的な切松景は円が低い大きな陶磁器の皿に収められる。トレイの内部には岩や土が 海岸や山道などの特定の種類の風景をモデルに、した自然の風景に似た形で配置される。小さな木は地面に植えられており、例えば風景の奥に配するなど、特定の視点を強調する方法で配置される場合もある。霧松系の木は盆栽のそれに似ているが、盆栽の場合ほど成功ではない。霧松系の木は、その霧松系がシミュレートする景観に対応する。 成熟した木に似ているように選択され、栽培される。地面を覆う緑や、風景の完成と呼び起こしに役立つ他の小さな植物など、非樹種が配置される場合もある。切松系は、他の同様の日本の芸術形式といくつかの重要な点で異なる。ルーブラーによると、切松系の創設者である、川本敏夫は、彼の生きた風景は、盆栽ではないとし、 切松系のルールとして、岩の使用義務付け、トレーの端に木や根を配置した。盆栽は木を元にして、根を岩に巻いたり、岩の上に生育したりしたりするが、岩と土が混ざった景観にはならない。切松系では土壌の形は非常に重要ですが、盆栽ではそれはあまり重要ではない。一般的に盆栽で強調されるここの木の特徴よりも、 キリマツ KD は生きている自然の風景の換気に重点を置いている。盆石と盆景ではトレイにミニチュアの風景が描かれているが生きている木やその他の植物要素は組み込まれていない。盆栽では砂や岩を使った平らな盆にシンプルな風景が描かれている。盆栽では砂や砂利などの土壌形成材料から出現する丘や山を作成するために岩や その他の成型可能な材料が使用される。盆形では人物、動物、建物などの外観要素のミニチュアフィギュアを配置することは認められているが、それらは切松形では受け入れられない。ありがとうございます。